今ね、ちょっと昔のデータに戻して、このミラードの塔から、多分この時まだあの矢持ってない、弓持ってないと思う。これなんだ。だからレベル10、今ニュー12でインチキで死なない設定にしては、こっからここだと思うんだよね。行ってみよう的な。見つけんのが目的だから。まあ普通死なないんだけどさ。やめな、もう。この森なんだよ。この辺りだったと思うんだよな。マークがなくて、あ、こういう建物だよ。え？戦ってんの？あ、そうそう、骸骨いんの、骸骨が。ああ。まだいんの？あ、そうそうそう、ここな。こういう感じのとこで戦ってたわけよ。それで、どっかにあったんだよな。なんか、あの時はもうまだ初めてでめっちゃ緊張してたよ。そう、この辺りで。今、骸骨いたじゃん。骸骨いるね、ここ。これなんか、こういう建物？ほら、またいた。今ちょっと、インチキでめっちゃすごい魔法持ってるから、俺。ここだったんじゃね？オールドドロドロセッチ、ここだよ、ここ。この辺りだったと思ったよ。あ、いた、上だ、上。ロストエルマンバラーみたいな。こんな簡単には倒せないよ、普通。で、どこだっけ？これかも。違った。これ魔法つ、ろくな魔法ないんだろうな。あ、持ってんじゃん。あ、まだ。両手で唱えられない。いや、この辺りだったよな。覚えてないんだよ。ここから入って、そうだ、上に上がんなきゃダメじゃね？今なんか本があった。違うんだよ、こんなんじゃねえんだよ。こんなんじゃねえんだよ。これか？あ、あった。こいつだ。ロスト、エンバルマー。こいつか。これがすごい。な。ん？これこれ。
攻撃力24。僕今まで持ってたやつの3倍だもん。あ、なんか俺捨てちゃった今。何した俺。あ、ん？何してんの俺。やったやった。これだよ。あ、すんげえ。この名前、イッシアンっていうのは、なんか昔のペリアンの文明の時代の僧侶階級なんだってさ。開けらんねえや。ヘボすぎて開けらんねえ。で、こっちが出口。どっちから来てもいいんだよな。そうか、あいつを倒したんだ。そうか。ここ。この弓だけはおすすめ。てか、俺次のキャラ、これ取りに来なきゃ。